こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ずっとね、年内最後って2回言ってたのに、今日ちなみに12月30日ね、また買い物に行っちゃいました。ちょっと肌がボジボジして、ちょっと風邪気味なんですけどなら出かけるなって片付けもせずにね、ちょっと行ってきました。まあ行った理由はね、去年ね、スリーピーさんのね、福袋買えなかったから、今年欲しいなと思って、近所のイオンのニュース見てて、初売りじゃない、や福袋をね、それ何店舗かもう予約して29日から販売してるっていうの知って、聞いてないよとか思いながら、まあ、とりあえず行って売ってたら買おうと思って、1店舗はね、もう予約のしか出してませんって言ってて、でも1月1日に、また別で、予約と別で売りますって言ってて、欲しかったところがね。あと、カルディさんの食品の福袋抽選で当たったんで、そのどっちみち1日買いに行こうと思うんで、一緒に買えたら買おうかなと思ってます。で、今日はスリーピーさんの福袋を買いに行ってきましたっていうか、行ったついでにあちゃこちゃ買いまくってきました。でね、スリーピーさんのちょっと袋紹介、今から開けるんですけど、開封動画なんですけど、その前にね、私そのイオンタウンができてから、ずっと大きいサイズの服の売り場があると知らなくて、今日、珍しくね、どっか福袋売ってるかなって見て回ってたから、まあ、全部の店舗見て回ってたの。まあ、だって1年ちょっと2年近く経つのにね、全然まあ、ちゃんと見てなかったんだけど、そしたら大きい服の店があって、おると思って、その、普通に LL とかじゃなくて、3L、4L があって、おと思って見に行ったら、なんと、チェスターコートが39%で売ってたの。これ聞くとさ、私世代の人って絶対39,800円と思うよね。違う、3,980円、50%オフで。で、嘘でしょとか思いながら、試着でもね、もう上着脱いで、上着パッて着るだけ、ちょっとこと着るだけだけど、いいじゃんと思って。で、その時3,000円しか持ってなかったから、スイーピーさんの福袋330円だからね、そこ ATM 行って、お金下ろして買ってきちゃった。私らの時代ってさ、バブリーな時代、コートって10万コースじゃなかった？私だって5万とかだと、お得なの見つけたと思って喜んで買ってたし、なんなら39%、今言った39%ね、一桁違いの39%、39,800円、その年コート買ったのに、39,800円のコート見て、めっちゃ安いと思って買っちゃったぐらい、金銭感覚が違うのよ。いや、普通にさ、普通にってか、普通に T シャツだって1万ぐらい出してたし、トレーナーに関してはもっと出してたし、セーター3万ぐらい普通に出してたし、その今ほどデブじゃないよ。で、ボトムス系だってそんな1、2万当たり前だし、普通にワンピだったら5万、6万当たり前だし、セットアップもそのぐらいしてたし、いい時代だね、今安いって。何が言いたいって。いや、今若かったらさ、こんなデブじゃなかったらさ、服買いたい放題じゃない？だって昔私働いた時、お給料入るともう上下か、もうワンピとかセットアップか、冬だったらコート一着で、どうしても欲しければボーナス払いってやってたぐらいだからさ、まあ、そのいらんことは置いといて、はい、スリーピーさんね、福袋3色あったんです。何が使うのか全くわかんない。もしかしたら全部一緒かもしれない。けど3つ売ってたので3つ買ってきた。では、気づいて、開けていきたいと思います。まあ、アクセサリーが入ってないだろうな。入ってたら嬉しいんだけどな。私よくピアス買うから、今回もピアス買ってきたんだけどね。どこ行ったピアス、いや。ピアスどこ行った？あれ、ピアスどっか行っちゃったよ。あれ、本当にピアスどっか行っちゃった？いや、マジでピアスねえぞ。あれ、ピアスどっか行っちゃった？買ってきたのにピアスさんいない？いないばー。いや、マジでどっか行っちまった。これか？あ、違う。あれ、ピアスさんマジでどっか行っちゃったよ。あらま。
多分この部屋じゃない、もこっちのね撮影する部屋に持ってくる前にどっかになくし、なくしないよ。あー、あったあったなくす前に出しとこう。あ、そうそう、でこれね開けてきます。なんか画面めっちゃ近くない？え、こんなもんやったっけ。こんなもんやな。ね、開けます。じゃん、出します。まずこれなんだこれ。おう、ナウト発音がいいかどうかわかんないよ。これはエコバッグだね。どんな大きさなんだろう。いや、エコバッグ私いくつあっても嬉しいのよ。あの、いっぱい買い物しちゃうから、自転車に乗らないぐらい。おお、結構いいじゃん。結構良きサイズ。柄も嫌いじゃない。マリメッコっぽい。こいつそういうのかな、言わないよね。これね、どこに邪魔だね。で、まだ入ってるよ。じゃん、あ、鼻水が出てきた。キュートマスク、防寒乾燥対策に、給食当番に。いや、どう見てもこれ子供用でしょ。いや、私子供いないんだけど。いや、だってさ、幅12に9、高さ90でしょ。で、通常って横幅20いくつあるよね、大人のって。絶対無理だ。それからね、あら、鳥ちゃんのハンカチ。こういうの嬉しいよね、使えるから。めっちゃ使えるから嬉しい。それとね、まあ、ご時世ならではっていうのかな。ハンドジェル。これ多分ハンドジェルってさ、アルコール配合の保湿成分とアルコール配合。うん、やっぱり消毒用だね。あ、これは嬉しいね、正直。以上です。あ、ジェルクリームってなんか書いてある。60ミリリットル、これのことかな。あ、そうだね。あ、これだけはちゃんと表記してあるんだ。こうやって見えるかどうかわかんないけど。あ、ちなみに330円です。スリーピーさんなんでね。これ赤ね、ちょっと赤下に引いとこうか。よっこいしょー。はい、次茶色。鼻水が出る。もう風邪ひいてまで行くなよって感じだけどね。いや、でもチェスターコート変えたから、もう今日はめっちゃお得。あら、またノート。ノート私使わないんだけどなまあでもチョキチョキしてさ、コーヒー染め、紅茶染めに使っちゃえ。全部出しました。はい、同じタイプの、ストライプ柄のエコバッグ。エコバッグいくつあってもいい。で、これは何やったっけ、生じゃなくて名前忘れた、まあ、あのね、可愛い子ねの、あのハンカチで、これはまた入ってた。これ多分裏に書いてあるの、全然気づいてなかったけど。で、また出たよ、子供用。可愛いんだけど子供用なんで、私あの顔がちっちゃい人だったらね、これで全然大丈夫だと思うんだけど、顔でかいから。私痩せてもね、痩せてもって言い方、痩せたことないんだけどさ、まあ今よりもかなり痩せてた時ね、ダイエットしてて。でもね、顔はでかか、まあ周りの人からは顔ちっちゃいんじゃないって言われたんだけど、絶対鏡に映る自分の顔でかかったから、多分お世辞でね言ってもらったんだと思うんだけど、顔でかいの私。もう証拠があるの。幼稚園の時に、まだ太る前ね、の時の顔が肩幅と同じだったの。顔の幅がでかいでしょ。もう生まれつき顔でかいのよ。だから顔ちっちゃいことは絶対ないから。次、紺色。まあ似たり寄ったりの内容だね。てかもうほぼ一緒だね、柄が違うだけで。あれ、これノート入ってないよノート入ってないよって。
まずまあいつも通りのいつも通りの言い方かもね。エコバッグ、まあエコバッグは嬉しい。何、なんかちっちゃいのが入ってるよ。おお、アクリルクリップアイス。あ、これがノートの香り。あ、こっちの方が私は嬉しいわ、ノートよりで、はい、マスク、またマスク来ちゃった。で、ハードジェル。ハンカチはね、ワンちゃん、プトイプーちゃんみたいなワンちゃん。ワンちゃん嬉しいな、好きだから。かといってトイプードル好きかって、そうじゃないんだよね。あ、好きじゃないっていうかね、嫌いなわけじゃないんだよ。もし買うとしたら、めちゃくちゃさ、ヘアケアっていう、なんていうの、毛のメンテナンスが大変じゃん。だから買わないっていうだけね。自分で手入れできないのはちょっと苦手なの。うちさ、犬最初買った時3匹いきなり買ったんだけど、最初はね、シャンプー連れてってカットもしてもらってた獣医さんに連れてっては耳垢、爪切り、まあ肉球の毛は自分で切れる時切ったけど、それも切ってもらってた。で、まあ肛門腺絞ってもらったりとかもしてた。まあでもちろん健康診断もねしてもらったけど、であと歯石取りとかもしてもらってたんだけど、そこが増えてくにつれてさ、そんだけ連れてくと大変じゃん。だからもうシャンプーはドッグショーとかでいいシャンプー売ってるから、それでバーって買い込んで家で洗って乾かす。で、まあ、爪切りも自分でするし、歯石取りも歯石取り用のあのヘラみたいなのあるから、あれでカシカシカシって溜まるとカシカシって取ってたうちの子そういう時ね、じっとしてるから、はい、とりあえずね、福袋こんな感じです。どうしよう、1日に売ってたらまた買おうかなと思ったけど、また買うとこれ増えたら困るよね。あのさってこんな柄でよかったら、いきなりプレゼント企画みたいになっちゃうんだけど、これ子供用なのね、絶対に。だからさ、このちっちゃいサイズね、言うね、もう一回ね、横幅が12センチ、縦が9センチ、絶対子供用ね。で、ちなみに風邪、花粉、ほこり等対象はね、なんだっけ、コロナって書いてない。書いてないんだけど、それでもいいよって、もらってやってあげるよっていう人、まあ、発想はまた年明けのね、落ち着いてからになるんだけど、コメントでいっか、もう、応募フォーム作るのめんどくさいもんな。うん、コメントね、多分ね、新着順って並び替えれたはずだから、それなり、並び替えて一番下に来た、最初のコメントしてくれた人に送ります。で、その人に、私のインスタのアカウントか、E メールを、説明欄にね、書いとくんで、そこにね、そこにっておかしいな。私が、そうそう、コメント書いてくれれば、勝手に並び替えて、一番下に来た人に当たったっていうのを、固定コメントで貼るから、その固定コメントに、誰々様おめでとうって書いて、で、私のアカウントと、なんだ、E メールアドレス書いとくから、連絡ください。これアップした時にね、1個目っていうか、そう、本当の1個目じゃなくて、この子供用マスク欲しい。あ、そうだ、うん、合言葉も決めとこう。子供用マスク欲しい。まあ、鍵括弧でもいいし、開業して子供用マスク欲しい。で、開業して、ダララって書いてもらうと何でもいいけど、子供用マスク欲しいの言葉が入っている人の、一番最初に、まあ最初っていうか新しい順に並べるから、一番下に来た人に、あなた当選みたいな感じで上に固定コメントで貼り付けるんで、その方連絡ください。もうこれ絶対私ね、顔絶対使えないから。なんか見た感じね、女の子っぽい。この辺女の子っぽい気もするけど、このピンクっぽいのもね。でもこの辺男の子も使えるからね。男女いる人なんかいいかなと思うし、別に女の子でも男の子でもね、気にしなきゃ使えると思うんで、これ、急遽プレゼントにします。
だって使えないもんな、仕方ないもんね。うち近所に子供いないし、近所にっていうか言い方言うのね、知り合い、近所の知り合いに子供いないし、連れの子供はちっちゃくないし、もうこんな年だから。あとでちなみにピアスだけちょっと紹介しておくね。また可愛いの買ったんだよこれ。どっちが表、どっちが表、こういう表か、こういう表。これ金と銀があってさ、ここにのこっちの方が見えるんだよね。金と銀があっていつもさ、どっちにしようか悩むんだけどさ、基本銀の方がいいんだよね。こういう金メッキでもさ、あの耳かぶれてきちゃうんだよね。だからちょっとシルバー多めね、かわいいっしょ。これね、ちょっと多分接点少ないから大丈夫だと思うんだけど、こういうところのさ、金だとさ、あの別に純金じゃないや、18金とかじゃないんだけど、なんかね、痒くなっちゃうのよね。金ダメだわ。もう18金なんかしたらね、顔にこう、水泡っていうの？こう、むくみ、ボッコーンって腫れちゃうからね。もう悲しいかな。もう知らずに昔、若い頃ね、18金のピアスばっか買ってて、パーにしたよ。ね。ということで、一旦ね、履けます。トコチャンネル。はい、続きましてスリーピーさんで、福袋以外にね、買ったものの紹介したいと思います。まずはこちら、見えるか、折りたたみテーブルホワイト500円。これね、あの寝室でベッドを昨日解体して外に掘り出したんですよ。で、マットレスに上、マットの上に、ちょっと待ってね。ああ、じゃあくしゃみが出そうで止まった。あの、マットの上にマット引いたら、ずりーって、ちょっとずりーってずれやすくなっちゃってて。で、まあ今日ね、あの、アマゾンで滑り止めポチったんですけど、そのベッドじゃなくてマットレス、もう直にマットレス引いて、でもベッド枠があると処分するとき大変だと思って、マットレスだけだったらそれバンって掘り出せばいいと思って、で、それを置いた時の横にね、あのヘッドレストがなくなるじゃないですか、ベッドじゃないから。で、かといって頭の位置にちょうどね、浴衣がかかってて、もうハンガーラックがあって、それのね、浴衣も処分したいと思うんですけど、いっぺんにちょっと無理なんで、後々と思って、で、とりあえずと、枕の横、上じゃなくて横になんか台が欲しいなと思った時に、今ね、パソコン使ってる台もあるんですけど、これ斜めってるから、物が滑るんですよ。ツルツルだし。なんでね、これ買ってきて、これちょうど、ここね、ドリンクホルダーもあるから、こうやってドリンク、置けるじゃん。だから、まあこれ置くかどうかわかんないけど、ペットボトルとか置けるんで、で、この絵で見るとね、ノートパソコンも置ける本当にこれ。置けるし、これね、ノートパソコンも置けるし、あ、結構使い勝手いいじゃんと思って、まあ、耐荷重15キロって結構なものを置ける。まあ、置くとしたら私、目覚ましと、そのぐらい。目覚まし体温計ぐらいかな。なんでね、これで十分なんで、これ買ってきました。あとで向こう、寝室持ってかなきゃいけないんで、ドキドキも。それからね、このクッション。これラスト1個だったんで、ピンクとね、これが。買おうと。実はね、ピンク前に紹介してるんですけど、買ってるんですよ、これ。並べておいたら、もう見映んないか。並べておいたら可愛いかなと思って買ってきました。1個500円ね。向こうへ飛んでいけそう、ここの部屋片付けるまで邪魔だから、別の部屋に置こうと思って。それからね、他にもね、まあ、スリーピーさんでは以上になるんですが、スリーピーさん以外でっていうか、あの、100均で本当は、トイレカバー用品買いたかったんですけど、最近、あの、便座に貼るタイプのものしか、売ってないじゃないですか。まあ、カバー、あの、便座のカバーはあるんですよね。なんか、蓋カバーがなくて。で、今日、
あそこは何系列？わかんないや。ニトリ？ニトリのあるのかな？なんか日用品売ってるところでね。蓋カバー、大型、夕方用。あの、要は、よくさ、通販っても私、コープさんで見るんだけど、便座が温まるやつね。あのタイプの蓋しかなくて、この普通のやつがなかなか見つけれなくて、今日たまたま見つけたから、買っちまおうと思って、そうだ、新年に変えようと思って、ね、便座カバーもね、全部取っ替えようと思って、いら、変え。ここまで。あの、本当はね、あの、トイレットペーパーホルダーとかね、あるいはトイレのブラシとか、いろいろ変えたいなと思ったんですけど、そこまでごめんなさい、予算がなかった。とりあえず、で、あとマットもね、マットまで変えると結構な金額になるんで、とりあえずここでストップ。マットは今、キティちゃんを使ってるんですけどね、そのまま赤とピンクのキティちゃんをそのまま使おうという。そう、とりあえずこれをね、あったよーと思って。いやー、だからうちさ、便座温まらないし、ウォシュレットついてないし、まあ自分で変えればつけれるんだろうけどね、コンセントがあるから。でもそれまでしたくないし、こうカバーあったら全然寒くないし、と思ってね。で、それから、今日もう一箇所のその福袋売ってないかなって見に行ったところが、プリズムさん。で、そこで聞いたら、その1日にまた出しますよって言ってたんで、まあ、それ1日買いに行こうと思いつつ、それ以外のものをね、これ多分ハムちゃんだよね。ね、人参かじってるからうっと思ったけど、多分ハムちゃん、これなんだろう。これ多分ハムちゃんだよねって思って。これクマちゃん。裏向けた方が、これは2種類だよね。この2種類で、これ裏向けた方がいっぱい種類載ってる。そうね、クマちゃんの種類。で、これ、ウサギちゃん。鼻水が出る。さっき鼻噛んできたもんね。を買ってきました。で、からね、目も断捨離するって言いながらね、また買ってきたよ。多分このシリーズかな。クマちゃん。モフモフのワンちゃん。これがね、私、ハムちゃんとハリネズミかなって勝手に思って。で、ウサギちゃん。で、ウサギちゃん。映ってる。これね、結構可愛いの。女の子とクマちゃんで、こういうね、こういうメモと、これは女の子だけなんだけど、これも女の子とクマ。見えてないってことやってな。見えてた？今。女の子とクマで、これが、女の子だけで、こっちが女の子とクマで、またね、女の子だけになっちゃうんだけど、結構好き。この絵は。このタッチ。で、買ってきて、あとね、またね、ミニメモも、見ると欲しくなる。見ると欲しくなる。あれ？シールさんどこ行った？あれ、シールさんどこやったっけ？まあいいや。ミニメモちゃんもね。これ多分同じクマちゃん。なんか今めくれてたよ。同じクマちゃん。で、これ女の子のシリーズ。これちょっとね、路線違うけど、キラッキラの目が可愛いと思って。どれだ？どれだ？あれ？どれだ？これね。買ってきて。で、これは関係ないクマちゃん。これは、どれにもないな。これね、大きなメモであったんだけど、やめたんだよね、中身見て。これは、もこもこうさちゃん、どこだろう？関係ないね。このうさちゃん、別々で買ってきたかな。で、プリズムさん、以上じゃないのよ。あれ、私、シールどこやった？シール。あ、こっちに入れてたわ。ダイソーの袋に入れてた。ナールー。めっちゃ余計買ってきたよ。ナールー。何が一人でナールーやって。鼻水が出る。絶対風邪ひいたよね。これはね、
マインドウェーブさん、可愛くない？めっちゃシリーズで出とんやけど。買い漁る。次重ねていくよ。買い漁る。買い漁る。買い漁る。よいしょ、買い漁る。これ全部かどうかわからないけど、あと一個がね、これ一つしかなかった。今度1日の日って入っとったら見ようかな。あったら買おうかなと思ってます。うん、で、次が、次もマインドウェイブさん。あ、オンラインで買えるんや。一個だけ買ったらあこうかな。まあでも、見てみよう。送料いくらなんやろ。こんなんね、ちっちゃいでメール便とかで送ってくれたら100いくらやったら。ね、でも、1日行ってから買おうかな。あったとしても。よくないこれ。なんかおしゃれくない？私にしては。すごくない？すごくない？何に使うのって言われるとちょっと悩ませてと思うけど。いや、絶対使いたい。コラージュみたいなものに。はい。で、次からが見て驚け。見て驚けで宣言するやろ。驚いた集まるで。メルカリさん、驚いて。私は、あ、ちなみにね、キャンドゥオフィシャルさんにね、キャンドゥじゃない、ガイアさんにね、なんでキャンドゥさんしか売らないのって。キャンドゥ難民の私としては、セリアかダイソーにもいてほしいってコメントしちゃった。そしたらね、帰ってきたのが、そういう百均さんとね、共同開発してる都合上、その他で売れないのもあるんですって帰ってきたもんで、それに対してね、ダイソーみたいに、ネットショップしてほしいって。まあ、今じゃなくても、未来的、将来的に。で、一定の金額以上じゃなくても、私は構わん。基本私は大量買いするんで、普通に何千以上って言われても全然苦じゃないっていうことを書いて、検討願いますって返事書いといた。だってさ、本当にさ、一つ言ってあって欲しい量あったら、私はそれで、ね、往復で、まあ、2000円使ったとしてもさ、納得できるけど、行って、まあ、少なかったりなかったりしたら、4000円交通費使わなあかんのよ。それで入るかっていうと、2000円でなくて入りませんって言われたら、私2000円ドブに捨てるわけよ。そんなこと繰り返しとるぐらいやったら、メルカリで買った方がいい。これね、たまたま私欲しかったこれな。みんな知ってるよね。キャンドゥさんで売り出しとる。これをね、メルカリで出る前からめっちゃ検索した。普通にガイアさんがアップした時からめっちゃメルカリで検索しとったん。で、やっと出てきて、おりゃ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 って買いまくったった。で、これはたまたまね、こうセットで売られとったもんで、別にこれ欲しいわけじゃないけど、ついてきたで買っただけね。で、あとはね、6個セット売りとか、3個セット売り、で、この2個セット売りとかあった。こればっかあったらもうクマばっか買うつもりやったんやけど、まあ、6個セットが一番多かったもんで、6個セットでもそんなにぼったくられとる気はせんっていうか、多分トータルで、私がもし2回そこの100均、キャンドゥさんに足運んだら、交通費4000円やん。プラス4000円乗せたら、多分それよりも安い。そう、言い訳、転売ってまた怒る人がおると思うでね、先に言い訳しとけど。それより私は安く買えてます。どうだ？文句あるか？じゃなかったら私の代わりに買ってきて、転売が嫌って言うなら私の代わりに代行してくれ。送料だけで売ってくれ。めっちゃひねくれとる。いや、それほどね、ほんと、なんちゅうの？キャンドゥ難民は大変なのよ。買えないから、行けないから。行くとしたらバカみたいに交通費使ってね、遠方まで行かなきゃいけないし、自分の時間も労力も使っていかなきゃいけないのよ。そこ分かって。
ですね。え、もう一個、もう一個クマさんあったんちゃう？いや、もう一個どころちゃうぞ。もう一個どころちゃうぞ。あったあった。あ、じゃあこれウサギちゃんやった。違った。あれ？クマさんこんだけあったっけ？あれ、もっと勝ったつもりだったんやけどな。1,2,3,4,5 個や。あれ、6個買ったつもりでおったんやけどな。どっかで勘違いしとったな。まあ、5個あったら上等でしょ。で、付随して、付随してって言い方変なんやけど、これ、白熊ちゃんかな。これ、白熊ちゃん、4つ。白熊ちゃんもちなみに欲しかったん。で、ワンコちゃんも、なんか付随で。このね、この3点セットで売っとんのが多かった。で、6点セットで、ウサギちゃん。これウサギ、あのね、個人的にはシロクマちゃん、クマちゃん、ウサギちゃんやったら、ベストやと思ったの。な、でもこれはね、この辺はね、めちゃくちゃ欲しいわけじゃなくて、これクマちゃんがめちゃくちゃ欲しかったもんで、付随して羊ちゃん。羊ちゃんっていうか、あれやね。ねえ、だっけ。アニマル、違うな。なんちゅう名前？ファーム。で、これがアニマルズか。うん。っていうのでね。もうダッシュ切って買いまくった。もう買わん。もう買わん。ちなみにもう買わん。欲しいもん、この、あの、隠れとるけど、クマちゃんね、6つって言ったけど、1,2,3,4,5 個ね。まあ、5個で全然十分。だってさ、これさ、何個やったっけ ?30 ピース6デザインの5シートやん。ってことは5、25種類っていうのかな。25セット持っといたことやん。人にあげても自分で使っても全然余るやん。って言っても人にやるつもりは全くないんやけどね。自分で使うとか思っとるんやけど。これで文句言われたらね。言ってくんやったら、じゃあ私の代わりに代行して、欲しいもんがあったら、逐一連絡するで、代行してって言うよ。もうほんと、それぐらいね、もうね、キャンドゥ行くの大変な、もう多分、2024年ぐらいに私が行っとったキャンドゥさんの建物が、生まれ変わるの。同じじゃなくて、リニューアルじゃなくて、ガラッ、イオンはイオン系なんやけど、ガラッと変わるらしいの。できたら、いっぺん、偵察には行く。もし、キャンドゥが入っとったら、私はまた、キャンドゥ難民から逃れられる。電車賃こそ使うけど、時間的に楽。自分の駅から確定で行っても、どうやろう、20分ぐらいで着いて、駅前じゃないけど、駅横やもんで、徒歩でも5分ぐらいやで、そんな苦労はないのよ。そこが復活したら私は、キャンドゥ難民から逃れられる。あ、それからね、話また変わるけど、今度は、旧ベースのペイ ID さんから、忘れた頃のものが届きました。こんな買っとったんやっていう。猫ちゃんのね、本型のメモと、猫ちゃんのシールかな。で、これはハロウィンのね、クマちゃん。あ、ちなみにこれ買ったのはもうハロウィン過ぎてから買ってるから別にハロウィンに間に合わんだどうのこうのはないの。ハロウィン過ぎてから、あ、めっちゃ可愛いクマちゃんハロウィンなら来年通買おうと思って買ったんで、ただね、忘れられた頃に、忘れた頃に届いた。これおまけでいただきます。うん、でも最初からそのぐらいって書いてあったんで、その辺はね、別に騙されたことそんなないからね。そんなことは思ってないからね、これ使っても。それから、どこ行った？あったあった。それからね、ダイソーさんで、ダイソークラフトって書いてあるな。こんな面白いサンキューなんやけど、なんちゅうの、タグなんちゅうの、立体的なタグでいいんかな。ヴィンテージ帳カードボード2。2ってことは1があるの？またそういうこと思うんやけど。たまたま売っとった。今日ダイソー寄るつもりはなかったけど、フラットね、そのプリズムさん行って帰り道沿いにさっきの、なんだっけ、トイレのカバーとかね、
見て、で、そのエレベーターを、ちょっとカート引いとったもんで、エレベーターで降りやんなーって通るときに、ダイソーの前通るなら見てこうと思って、見てたらこんな面白いのあったんで、あ、これ、あちゃこちゃ貼ったら面白いんちゃうと思って。もうね、あんまり使い方が分かってないのに、あちゃこちゃ貼るっていうね。そういう感覚で買いました。これから、なんかね、ぐちゃぐちゃに入れたんでな、ね、バカチンでね、私はね。あ、ほんと欲しかったね、ケースがね、なかったんよね。収納するのにさ。まあ、あ、その前にこれ見よう。見ようってか。これ、マスキングダイカットシールリアルメモ。かっこいいコラージュの時に使えそうちゃうと思って。じゃ先にこの邪魔くさいんだから。もう今ね、めっちゃ大量に買い込んでます、これ。まだいっぱい在庫持ってます。でも買い足しました。いろいろ今、これは違うけど、袋物とか、パーツ系をもう袋のまま、なんだっけ、積むカーゴにガガガガって入れとんやけど、もちろんそのまま入れといた方が見やすいものもあるから、それはそのままにするんやけど、そうじゃない、バラして使った方が見やすいものもあるもんで、それをちょっと分けながら、収納考えていこうと。まあ、このカラーボックス4個買うもんでさ、その時にね、そういう収納。これもね、仕切り8本って書いてあるけど、実質私は6つに仕切るか、3つの、こう、でっかい仕切りのまま、トリアン仕切りのまま使うか、もうちょっと細かくするかは、その時の入れるもので考えるんやけど、これもね、それからね、収納ついでに収納行こうか。花紙で3つ。で、あとビーズケース6つ。これはね、ほんとビーズ、また瓶とかに、瓶ってわかる？セリアさんで売ってる瓶のやつね。あれに入っとんのがあんやけど、あれはあれで問題はないの、ないっちゃないんやけど、使った時に、あれって、蓋、コルクでペッて取れることがあるの。そやもんで、こういうのに移すか、私が使っとるのどっかにある？あったあった。これこれ、セリアさんのね、プラスチックの瓶のちゃんとキャップが閉まるやつ。多いものはこれに入れて、これより多いものは、今手元にないかな？もうないかな？あ、これかな？あ、違うな。最近見かけてないんやけど、コードがずれた。これ6マスやんか。4マスのやつやと、これよりも入るのよ。そやもんでね。あ、そう言うとった瓶、これこれこれ。この瓶。これ、シュポって取れるもんでね。これに入っとるものは、ちょっと移したいなと思って。で、それをね。あ、もう一回あった。これは、10個のね。もう、移ってないよ。10個ね。少量のはね、これに入れると便利。もう一個の収納は、これ、こういうのね、使ってて、これはね、全部蓋がパコって開くの。で、この、ちょっとこれはちょっと仮に入れたんやけど、よく似たもの同士入れとけば、その、どれにしようか迷った時に、これね、どれにしようか迷った時に、一個ずつ開けやんでも全部アイテムで見えるっていうので、これは、そういう意味でね、使うのに愛用しとって、これはほんとビーズとかね。もうこの一色入れたいっていう時に、一個ずつ開くからすごく便利なの。一個ずつ分けたいには、選ぶんじゃなくて、一個ずつちょっとずつ出したいみたいな時に、これをね、これとかこれ使うといいです。ちょっと山積みになってきた。横どけとくね。それから、シードビーズ。持ってない色。それから、めっちゃ欲しい。言いまくっとった。ピンクのボンボン。3つと思いきや、5つ。もうね、多分、こんだけ持っとったらもう買わんでやろうと思ってね。
もう次買う必要なしっていうことでね、買ってきました。それから、ネイル用のね、グリッターラメスター、星ね。わかる？このカタカタっていうのはケースのってたけど、その中でこのラメがね、シャカシャカ言うてるのね。これみ、ちっちゃい用のね、シェーカーに入れたりするのにいいかなと思って、で、同じようなのを、手芸売り場で、これなんか綺麗な音するやろ。これね、いろんな色のメタリックが入ってる。これはね、4ミリ。はい、違うかな。これは金だけ、金色。もう、正直この3つしか売ってなかった。これサイズ何書いてんのかな？サイズ書いてない。なんか鼻水が出てきた。うん。買って参りやした。まあこういうのもね、こういうのもこのケースに入れたまましまおうか、これね、これもね。もうこんなんいっぱいあると邪魔やで、こういうのにね。これやったらもう 6色やでさ、量少ないで、この10個のうちの6マスに1色ずつ全部まとめて入れるとかさ、そういうの考えたいと思ってます。ちょっと片付けはね、どうしようね。とりあえず、まあ、今寝室片付けのなんとも、寝室片付けてキッチンに置いてあるもの全部、まあ、寝室のものがキッチンに出だしてあるもんで、それ片付けるとキッチンガラッと開くもんで、そしたらもうキッチンにね、積むカーゴに入っとるものを断捨離しながら動かしていく、ついでに積み積みしていこうと思ってるんですよ。プレゼント企画と交換便の。で、それを同時進行しながら、全部積むカーゴが外に出たら、今度は素材系のものをどうするかやで、素材系の棚も全部取っ払う予定やもんで、それも全部一旦キッチンにね、キッチンめっちゃ狭いのあると思うけど、移動して、うん、そやね。で、うん、今ある棚に置けるものは置くし、まあ置きやんなと思うものは置く。当たり前やわな。って考えてます。あ、あともう一個買った。これ。クレープペーパー。これは1枚なのかな？サイズが、75センチかける53センチ。あ、1枚なのかな？ 2 枚って書いてないね。ちょっと開けてみよっか。いや、この前さ、なんだっけ、セリアで買ったニュースペーパーさ、これ。ニュースペーパー。4枚入りだからさ、めっちゃ得じゃんと思ってさ、感動してたからさ、2枚ぐらい入っとるやろと思ったんやけど。1枚っぽいですね。1枚でした。え、これでもさ、これ53センチとすると、巻きが75なんや。へぇー。2個買っといてよかったー。ちゃっかり2個買ってるというね。よいしょ。はい、しっかり勝てます。その辺は抜け目ます。はい。はい、一気にね、山積みにして、ぐっちゃぐちゃにしたんで、またこれもね、サムネ撮りはしません。めんどくさい。めんどくさい。まあ、この辺がね、私が、YouTuber じゃないよって言ってる理由の一つね。普通の人だったら絶対サムネって第一印象でめっちゃ力入れると思うし、動画内もね、短く編集するか途中で切って続きにするかとかするんだけど、その辺全くしないのが
自己満動画っていうのがね、分かってもらえると思います。自己満動画でごめんなさい。とりあえず風邪直します。以上で購入品終わりたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。